ですね、一番桜の時期ですし、せっかくどういうカクテルにしようかなと思ったんですけど、この機会ですから、桜というカクテルですね。ただ桜というカクテルはあるんですね。それでただ桜というカクテルがあるところで桜じゃあれですので、その後に、ブロッサムという名前をつけましてですね、桜ブロッサムという名前にしたオリジナルカクテルです。もちろんオリジナルカクテルにはいろいろの種類があってですね、食前のオリジナルカクテル、食中のオリジナルカクテル、食後のオリジナルカクテルとあるんですけど、これは非常に飲みやすくですね、万人向けなカクテルでですね、食後的なデザート的なカクテルに仕上げていました。この桜のリキュール、桜、サントリーの楓という、桜の香りのするリキュール、あとヨーグルトのリキュール、あとフランスのリキュールでグランマニエというリキュールですね。この3つを混ぜたカクテルにチェリーを入れます。よく勘違いされるんですけどね、チェリーブロッサムという有名なカクテルがあるんですね、昔から。でそのままチェリーブロッサムだから桜だっていう方が以前いらっしゃったんですけど、チェリーはサクランボっていうことでですね、まるっきり桜とは違いますので、英語に直すと桜ってチェリーって言ってチェリーブロッサムになるんですけど、これは日本語で桜カクテルというの。じゃあ今から作りますので、はい、1杯だけデモンストレーション的に作りまして、あとは皆さんに飲んでもらう人数分、大体20杯ぐらい用意してありますので、ご賞味してください。それでは、桜ブロッサム今から、作っていきます。よろしくお願いいたします。ヨーグルトのリキュール。で、このカクテルを作るのにですね、どういうことに気をつけたかというと、やっぱ桜の色のふわっとしたピンク色、それとですね、やはり桜の香りをしないといけないということで、ちょっと悩みましてですね、試作的に、30杯ぐらい作ったんですかね、どういう味がいいかなと思ってですね。で、この3種類を入れまして、気を入れるみたいな。おっ！ピンク色の桜の香りする桜ブロッサム。こちらですね、桜ブロッサムカクテル、はい、この後皆様に作りますので、はい、ありがとうございます。こういう形でよろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さんの人数で作りますので、はい。